カズハ2凸ってどれくらい変わりますか。カズハの熟知が200上がったら、カズハが味方にもたらすダメバフはまあ 8% 分もちろん大きくなるし、カズハの熟知が上がってるんで拡散も大きくなるし、カズハがさ元素爆発してさ雲隠れ仮泣く時ってさ元素変化起こすじゃん。負荷元素ダメージ 50% って書いてあるけど、実はこれカズハが出す元素に変わるんよ。だカズハが使う元素爆発がカズハの火力を使って出す風ダメージもそうだし、カズハのステータスで出す炎とか水とかこれとか雷に変化したダメージも発生する。で仮にこれで炎元素巻き込んだ時にカズハが出す炎元素攻撃になるから、まあ、これでカフカとか起こったらカズハの熟知3勝で熟知が200上がってるカフカになるよね。元素変化ってそうだよね。あと感電もそう、カズハの熟知が上がった感電とかも起こせちゃうし、でもちろん熟知200上がってるから蒸発とか妖怪反応のボーナスもめっちゃ上手くなるし、チーム単位で見たらカズハの2凸で相当ダメージ上がると熟知200上がる効果ってあるんだよ。結構多いんですよ。ディオナの貫突とかね、主演意味とかね。ディオナの貫突は氷元素キャラだからちょっと活かしにくいんだよな。風キャラの熟知200上がるのがねやばいわ。自分で元素変化を起こす攻撃を持ってるキャラクターの熟知200上昇はちょっとやばい。蒸発反応の火力もはちゃめちゃに上がるし、おすすめっす。ただまあ星5キャラクターを3回引かなくちゃいけないから、3回引くのはさすがに酷なので、カズハ2凸してなくても十分すぎるほどにえぐいほどに強い。2凸もやばいけど星5、3人引くのは十分大変だから、それよりも倉庫って感じもするしね。つまりディオナの爆発はカズハと相性いいってことか。氷元素がなあんま強いと思わないんだよな。氷元素が起こす元素反応は超電導があんま強くないのと、妖怪反応が起こす分にはいいけどな。巻き込むメンツによっては、じゃあ綾香、新角、ディオナ、カズハ、凍結パってさ熟知関係ないんですよ。熟知が仮にめちゃくちゃあったとして凍結反応のボーナスは全くなくて、凍結時間延長とかない。氷砕きが伸びる。一応カズハって氷砕き活かせんのか。カズハってあれね、落下攻撃で氷砕けるんで元素スキルで浮いて、であの落下攻撃で氷砕き起こせるんだけど、凍結反応に熟知の影響がほぼないのと、熟知があったとしても超電導は火力全然出ないから、氷キャラの熟知200上昇はあんま美味しくないんだよね。妖怪使うならあるけどね、妖怪型関羽とかの熟知上がるのは嬉しかったりするけど、チームによっちゃ熟知上がるの全く美味しくなかったりするから、ディオナとちょっとカズハの両採用はどうなんだろうと思うな。おじさん、綾香とカズハは、だからカズハの二凸効果は綾香と一緒に使うときはそんな気にしなくていいっすね。ほぼなんか生かしきれてるとは言えないかな。やばくなるのは炎キャラ、水キャラ、炎水がいるときだね。炎水がパーティーに揃ってるときのカズハの二凸の影響力はやばいっす。だからなんかガチパで、タルタリアって元素爆発倍率 900% の爆発持ってるから、タルタル、ベネット、シャンリン、カズハのインターナショナルチームだね。チーム全員出身バラバラだから、この国際パワーマジで強いし、特にカズハに突してる時の影響力のデカさはやばいな。相当変わります。カズハのもたらすダメバフが上がる上に熟知で蒸発の火力も上がるし、単に200上がるだけじゃないんだよな。やべえと思うわ。